おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ、451ですね。はい。今回ご紹介するのはですね、AGP、アーマーガールズプロジェクトですね。をご紹介します。久しぶりかな？マーク2ぶりですね。はい。ということで、今回ご紹介するのはこちらです。はい、じゃーんと。輸送箱ですね。ということは、はい、いつもの通りですね。こちら、この隅に書いてありますけど、AGP 魂ウェブ商店ということで、受注限定のやつです。で、ここにですね、カンコレ、春菜回2ということで、こちらを見ると書いてますね。日本語の方で、はい、アーマーガールズプロジェクト、カンコレ、春菜回2です。今回ご紹介するのはこちらですね。で、こちらは魂ウェブ商店限定となっております。で、今回のは一気発送ですね。で、1月か。1月にまた2期目の発送があるということで、2回受注を行われたという、なかなか珍しい形ですね。はい。ということで、こちら開けていきます。レッツオープン。はい。輸送箱から出したのがこの状態となります。一応このパッケージって言いますか、これの作りとか、この辺の字の白押しみたいな、この辺とかは、今まで売ってるやつですね。一般売りの、これの前だと、金剛かな、金剛買いにかな、ぶりだと思いますけど、それと同じような、はい、パッケージのデザインとしては共通ですね。似たような形となってます。まあ一応側面がこんな感じ、裏こんな感じです。はい。で、これが装備、完全フル装備の状態ですね。で、こちらが外してるやつ、外してるやつか、つけてないやつというか、あと、今回のこの春菜回にのみについているやつですね、今のところ。指輪ケースということで、劇中のなんか結婚カッコ仮ってやつ。それをやるための、こういう指輪ケースと、指に、指輪はめた状態の手首がついてるんだね。なので、多分手首の形状としては基本的に全部一緒なので、この手首を他の、今まで出てる AGP ですね。ヤマト、カイとか、ムサシとか、あと、アタゴとかにつけてあげれば、まあ、この状態にできると。ただ、表情パーツは、うん、これは、春菜カイに専用なんで、まあ、通常の表情なんだけど、ビワだけしてるよ、みたいな、いう状態にはできると思います。はい。で、一応、表情パーツがここに、こう、3種類かなになるのかな、はい。交換用表情パーツは、赤面、叫び、大破の3種。ただ、通常画を含めれば4種類になるのかなと思います。まあ、これは開けてみればすぐわかることですね。で、あと反対側。そして、トップとゴリアですね。となっております。では、この箱からちょっと開けていきたいと思います。はい、レッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。一応これが春菜会2で、この辺に交換の手首パーツとか、ここにはですね、指輪ケース入ってますね。あとそれ以外に腰につけるやつとか、腰につけるやつですね。腰につけるやつが挟むやつとか、アームとかついてます。ここに表情パーツ3種類。プラス通常でついてる顔。なので、全部で顔は4つってことですね。で、それ以外にここに、おっと危ない、装備パーツ。計画にあります。で、本来これが、ここの裏の隙間のところですね。このところにテープで、セロハンテープでペタって貼ってあるんですけど、これなんか剥がれてきたんで外してあります。で、これの中に、いつものこのでっかいベースですね。このでっかいベースと説明書が入っております。はい。ということで、一応今回はですね、こちらの春菜会にこれのみの紹介となります。なので、これと手首関係、とかその辺ですね、そちらの方をご紹介するために出していきたいと思います。ということで、いつもの通りですね、ここのところに必要なパーツをすべて、並べて出したいと思います。はい、とりあえず今回使う、一応カムスですねでやる、春菜回2、こちらの方を用意しました。一応ここの3つですね、これが交換用の表情パーツ、ここが普通に使う、まあ普通に使うというか手首パーツで、ここの2つですね、これが見えるかな、これ手首ですね。これ手首で、ここのところですね。ちょっとちっちゃいんで映るかどうか怪しいんですけど、この手首が、
指輪がついている手首になります。非常にちっちゃいですね。非常にちっちゃく、ここのところですね、この爪の先ぐらいのところに、リングがちゃんとついております。はい、それとこの指輪ケースですねが付属しております。で、この指輪ケースは蓋閉じることはできないですね。これ簡単にバキッていくんで、これはこういうもんですっていう感じですね。はい。で、こちら立たせるためには、一応付属のこのベース、このベースの方に、アームを取り付けて、上げることに、クリップですね、クリップを使用することによって立たせることができます。ただですね、ベースがこんだけでっかいんですよ。こんだけでっかいんで、ここの中央に立たせるだけだとちょっとベース的にはもったいないんですね、スペース的に。なので、可能であれば、魂ステージみたいなのを用意した方がいいと思います。はい、ではいつもの通りざっとパーツを避けまして、はい、こちらです。まずこちらぐるり回します。はい、こんな感じで、後ろのこの穴ですね、この穴と背中につくその偽装ですね、そう、装備系、それがガチャンとつくのがここの穴になります。で、この穴周辺のところにクリップでこう挟んであげるっていう、そんなイメージで取り付ける形になると思います。はい、では次、可動範囲すべていきたいと思います。頭部は左右、ただね、これね、前回の金剛回やった時も一緒なんですけど、多分関節が普通こう棒一本でこう穴にこう入れてこういう可動だと思うんですけど、この棒ですね、棒の横のところになんかこうヒレみたいな感じでね、こうやって突起みたいなのがあるんですよね。それが穴のところにがっつり干渉しちゃってて、思ったより動かないんですよね。で、動かしすぎると関節がバリって壊れちゃうぐらい結構きついんですよね。なので、あまり動かないって思ったところはそんなに無理に動かさないで、一度お湯かなんかで温めて引っこ抜いて関節の調整してあげた方が、破損防止になると思います。はい、私もこれ後でやりたいと思います。まあ、一応左右はこんな感じで動かすことができますけど、これ干渉してるからこれが限界なんですよね。このピンっていうかね、この頭部というか顔外した方が早いね。ここね、ここの関節が本来はもうちょいひねれるんですよ、イメージとしては。ただそこの引っかかりがちょっとあるんで、これ無理に力入れちゃうと多分この関節壊しちゃうんで、今はこれぐらいで、動かしております。実際は多分もっと動くんで、一応もうちょい調整してあげればよく動くと思います。はい、で後ろのここの2つの髪の毛、これも同じような感じで左右と上下ですね。こっちも同じく左右と上下、ここは比較的動きますね。これぐらい動いてくれるといいんですけど、首はダメでしたね。で、頭部は上はこんだけ、これ上です、これ一応上です。で、下、どうしてもここの部分が干渉してるんで、マックスでやっても、まあ、これぐらいが限界っていう感じです。はい、次、腕周りは、まあ、干渉源は、肩部分があるわけじゃないんで、真上にこうやって上げたり、あと、横ですね。横もこんな感じ。で、肘がこれぐらい曲がりますよ。で、手首も同じように、ここにジョイントが入ってるんで、ここで、こうやってひねってあげることができるという感じです。で、肩は引き出し機構がありそうなんですけど、説明書の方には特に載ってないですね。ここですね。ここのところが、丸くなってるんで引っ張れそうなんですけど引けないみたいだね。うん、そういう形状になってるだけで引き出し機構はなさそうです。なので、こういう可動はここまでって感じですね。はい、次ボディがこうですね、ちょうどここの部分、ここの境目のところでこうやって動かせると、こんな感じで、この腰のこの黒いやつは接着されてるわけじゃないんで、ここで少し余裕があります。正面のここの部分はちょっと硬めの軟質パーツって感じ。
うん、これあまり前にやりすぎると簡単にこうパップチって取れちゃいますけど、こう逆に反らせるのはいい感じですね。こういう感じ、前はちょっと辛いけどねっていう感じです。はい。で次足、左右スカートのスリットが横に入ってるんで、この干渉さえなければこれだけ開けますね。で前後で腰の可動はボディとしては胸だけなんですけど、腰はこのスカートの中ですね、スカートの中でこういう風に動かせると。でこれ買ったばっかりの人は分かるんですけど、足がちょうどここ、この裏側ですね、この裏側の色移りないようにこうビニールがこう入ってるんですけど、それ外すために一旦ここから、あ、これじゃねえ、ここから一回入ったら取れないってかい、まあどっちにしろこのスカートの中でこうやって一回取らないといけないんですね。はい。なので腰の可動はここで動くことが確実に実証されると。で今ちょっと引っ張った時に取れましたけど、こんな感じでちょっと抜けちゃったって感じですね。はい。一応こんな感じです。であと足がここの境目、肌色と黒の境目で、まだちょっと硬いですけど、こうやってロールさせてあげることができるのと、足自体はここまで90度より若干曲がるかな。であと足首は従来通りなんですけど、このひねりですね、このひねりも同じ感じです。ここもその返しみたいな感じ、ピンにそういうなんかヒレっていうか耳みたいなのがついてるんで、それが引っかかってるんですね、こうやって。なのでこれも力入れてやっちゃうと関節壊しますんで、ここも一旦ちょっと温めて引っこ抜いて調整してあげた方がいいと思います。ここに関してはそのシリコンスプレーとかね、そういうのでやってもね、いまいち効果がないですよ。その爪っていうか耳が非常に幅広く入ってるんで、これはもうはっきり言って削っか切っちゃった方が、そのひねみたいなやつの方がよく動きます。ちょっとね干渉がでかいんですよね。まあそれも今回のこの春菜回2の方はちょっとまだやってないんですけど、今後の時はすごかったんですよね。であと足のここですね、ここも動きます。はい、そんな感じです。可動範囲としてはこんな感じですね。で全体的に白と赤なので、この赤の部分と白のここの腕とかが擦れちゃうと、もしかしたら色移る可能性があるんで、ちょっと取り扱いには注意が必要ですね。前のこの辺とか後ろのこの辺もね、同じ感じで。はい。で塗装とかその辺ですね、精度に関しては全然問題ないですね。前回ご紹介したその金剛が今までの中で一番 AGP の中ですごかった、それに引き続きって感じですね。これもクオリティとしては非常に安定しております。はい。ではですね、一応可動範囲としてあとご紹介するとしたら交換ですね。手首の交換、まあ、手首の交換はいつものとおりここのジョイントでベタ外して、別な手ですね、一応この平手にしました。これをここにプチッと、はい、こうやってつけると、こういうだけですね。これも手首ちょっときついようだったら、ちょっと関節の方ちょっと調整してあげた方が、ここに関しては削るよりも、うん、シリコンスプレーとかそういうなんか潤滑剤をちょちょっとつけてあげた方がいいと思います。はい。一応こんな感じで、あと表情パーツの交換が前髪を取る、で前髪取るときにここのサイドのこれですね、ここのところをこうやって持った状態でグッてやるときついんで、多分ここが根元で折れる可能性があるんで、支えるとしたらこの首近くっていうか、この後ろの方と頭部をですね支えて、これで抜いてあげると。間違ってもここを持った状態でやると多分折れちゃうと思います。はい。で表情パーツ取りまして、別な顔、はい、別な表情パーツ、これをつけて前髪を戻してあげると。はい、こんな感じ、こうやって変えてあげることができる。まあ反対ですね、左手の方も同じ感じです。一応こんな感じですね。一応今回はこの本体といいますか、カンムスオンリーのご紹介となります。で一応次回ですね、次回は、偽装の方と、その取り付け、
そちらの方をご紹介したいと思います。で、その義足取り付けまでにこちらの方の関節の調整ですね、ちょっと行っておきます。で、その結果ですね、どの辺をどういじったっていうのを一応またご紹介しようかなと思いますんで、また次回も見ていただければと思います。はい、では一応こちらまた避けまして、はい、こちらのコーナー行ってみよう。電源オン。はい、今回ご紹介するのはこちら、ファームですね。仮面ライドファーム。はい、こんな音声でした。ということで、はい、こちら戻しまして、こちら春な会2の紹介ですね。まずカンムスオンリーのご紹介でした。はい、では一応次回ですね、次回はこちらの方にまず義足の紹介をしてから義足の取り付けを行っていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。